熱血コンサル基礎産業。東北地方で土産物店を営んでおります。観光客の激減により販売機会がなくなり、売り上げが大きく減少しています。人を介さず販路を広げたいという思いから、自動販売機での土産物販売を始めようと考えております。自動販売機で販売するものについて、自社で一度仕入れてから販売をするのか、委託販売というような形を取るのか悩んでおります。アドバイスをお願いします。これは難しい質問だね。まずね、これで合ってんのかってことなんだよな。まあでも土産物もともと売ってんだよね、この人ね。そうやって考えるとあれなのかな、やっぱり自販機で売るっていうのが大事なんだけど、仕入れて売るのであれば小分けにして売るっていうのがいいかな。自分で仕入れて小分けにする代を乗っけちゃうんだよね。これね、広島空港かなにもあるよね。あそこはもみじまんじゅうの自販機があるんですよ。マジビビったんですから、これ。もみじまんじゅうの自販機あるのって思ったよ。いや、そうなんですよ。だから、それも結構小分けにしてるんですよね。だから、それはまあ、仕入れてやるんであれば小分けにして売るっていう。だって、なんで買うのかってことですよね。お土産物は持って行ってからみんなに渡す人に渡すものじゃないですか。だけど、飛行機の中で食べたいっていう人だっているわけだから、それも広告宣伝費の代わりになるっていうことがありますよね。だからまあ、仕入れて売るっていうことであれば小分けにして売るって、自販機で売るって。そうじゃない場合は業務委託でやるっていうのがいいと思いますよね。自社で一度仕入れて販売するメリット、デメリット。また、委託販売のメリット、デメリットっていうのはどういったことでしょうか。まあ、価格をコントロールできるよね。仕入れて売るってことはね。たくさん仕入れたら安くなるじゃない。だからそういうところがいいんだけど、粗利が上がるはずだから、絶対。あと小分けにして売るとね、小分けにするところの部分だけが上がるから。だからまあそういうコントロールはできるっていうのはあるかな。だけど、デメリットはやっぱりコストかかるよね。在庫コストが。っていう問題がありますよね。委託販売の場合はそういうことを考えなくてもいいじゃないですか。だけど、俺ね、やっぱり委託販売の方がやっぱ不利なのかなと思ってる理由があるんだよね。金持ってるところだったら自分でやるもん。だったら自分のところがここ出して作ればいいじゃないみたいな話になるじゃん。だから頂上作戦なんだよ、経営って。何でもね、儲かるとこ、金持ってればできるところっていうのはなるべくこう、要は上の方を取りに行った方が強いから、だから真似されちゃうっていう不安があるよね。で、だけどその売ったら売った分だけこう、要はお金が入ってくるっていう手数料商売になるから、委託販売はいいって安全っていうのはあるよね。だけどやっぱりその在庫リスクっていうところを抱えてってやった方がいいかな、お金があるのであればっていうふうには思いますよね。ただ加えて、これ土産物屋さんだからやっぱ腐っちゃうというかね、ロスが出る可能性があるじゃないですか。だからどの商材を選ぶかっていうところはよく慎重に見ていく必要がありますよね。資金繰りと資金調達の面から考えると、どちらの方向性がいいんでしょうか。やっぱり資金調達で考えると仕入れた方がいいよね。仕入れるように要はお金貸してください。これね、ある業界ってとても似てるんですよ。チケット販売、新幹線とかのね、まとめて買うってやつあるじゃん。回数券とかを買ってそれを小分けにして売るみたいなビジネスモデルとよく似てるんですよね。それがね、なんかまとめて買った方が、粗利は1割ぐらいしかないんですよ、実利と。粗利は1割ぐらいしかないんだけど、そこを何回も回転するじゃないですか、売れるから。だからその同じ5000万な5000万融資してる分が何回も回転するから、その期間の中でまあ儲けが出るみたいなスキームなんですよね。だからそれと一緒で、仕入れた方がいいよね。銀行の金利が安いうちはそっちから行った方がいいと思います。あとだって手数料商売になるんだったら、じゃあどこでこうお金がいらないでしょっていうのを理解できないね、銀行から。なんでいるのって、自販機だってリースでいいじゃんみたいな話になるじゃん。だからないならないなりのやり方、あんたちゃんと考えてますかみたいなこと銀行員だったら言うよね。これは普通に言うと思う。だからまあスケールさせるんだったら仕入れるための資金ということの方が大事になってくるのかな。だからその分やっぱり在庫がついてくるまで、在庫がこう利益を生んでくるまで固定費もかかるから、ここの部分も見てくださいっていうところ、どこまでこうやれるかよね、というふうに思う。ただこれってビジネスモデルが変わると一気にされちゃうから。今だってもうチケットもペーパーレスじゃない。
そうなってくるとそのああいう人たちは困るんだろうね、チケット屋さんなんかね。僕の時はね、前やった分はね、その仕入れも直接その新幹線の回数券を買うんじゃなくて、例えば全国共通百貨店の商品券を買って、この商品券で新幹線のその回数券を買うっていうことになると、行ってこいで結構利益出るんですよね。だからこれを買い占めるためのお金っていうのをボーン重視したことがあります。山本くん1000万貸してって言ったんだけど、これ5000万だったらなんかもっとスケールできるのって言って、もう5000万だったらもっともっとできるって言うから、もうじゃあ5000万しよっかみたいないうのをやったり。これ銀行がわかりやすいよね。お金があったらできること。もうまさにこれよ。ほら、白い恋人なんかよくあるけどね。白い恋人なんか誰が見ても売れるじゃないですか。だからそのスケールさせるために1個買うのとね、10万個買うんだったら10万個買った方がいいわけだから。そういう売る場所っていうのはしっかり確保できるのであれば、そこ買ってから回した方がいいよねっていうことになりますよね。だからその在庫っていう考え方というよりは金融って面で考えるっていうところも一つ大事なのかな。だからこの場合はまあ在庫で仕入れた方が資金調達上は有利っていうことになりますよね。このビジネスをもう少しアレンジするとしたらどういった方向性でしょうか。やっぱり通販だろうな。あの通販をすることによっていろんな商品を仕入れられる。土産物屋さん、これどこなのかな、北海道なんか、あ、東北って言ってたのか。まあ東北は結構お土産物いろいろあるもんね。うん、俺も最近東北よく行ってるけど。で、東北のものだけを売るっていうよりは、その行き帰りする人 その例えば東京のものもここで売ったりとかね、他の地方のものを売ったりみたいなことも大事かな。だからやっぱりその集まる人の属性っていうのはどんな人がいるんですかっていうところから事業を組み立てていく必要があるのかな。で、あと何してもどっちにしてもやっぱり小分けにするってことが大事かな。小分けにすることによってそれがなんか広告宣伝費代わりになって自分の本ちゃんのあれも売れるよね。通販かましといて、例えば。で、そこでこうお土産物を小分けにしたものを買ってもらうと。だけどその時にこれ美味しかったら家でも食べれますよってことで通販のサイトの要はあの QR コード入れといてね。そういう風になると家でやっぱちょっと食べてみようかということでこっちでも売れることになるよね。これが要はその広告宣伝費代わりになるみたいなね。ことは大事よね。それは何でかわかりますか？だってその時間の間に広告してるんですよ。飛行機に乗る間にね。飛行機に乗る間に新しいもみじまんじゅうの商品とかがあったらそれを買ってきて食べる。ね。食べてると、あ、これうまいなと思ったら、その QR コードで読んでから、これ買おうかな、みたいな。僕もだって、買ってもらってるもん、社員に。あの、飛行機で帰るときに、北家老っていう会社があるんですけど、の、開拓おかきっていうのが好きでね、それよく買って帰ってんでね、やっぱり買ってもらうもんな、社員に。こう買っといてって。袋をしゃめとったりとかして。だからそれなんかもうここで買えますよ、いう QR コードをやって。ってね、スマホで買えるってことになったら喜ばれると思うよね。要は買ってくれる人がどういう行動を取るんでしょうかっていうところを予測しながらアレンジするってことが大事なんですよね。で、そのプランを作る中で資金がいるんですよ。資金があったらこういうことができるっていう課題解決があって、その課題解決をするためにどういう手順で要は資金調達するんですかっていうことが大事なんですよね。これがね、ちょっと基礎産業でしか言えないよね。もう一つの創業融資フルサポっていう方があるんですが、そこで言ってもちょっと分かる人がいないのかなと思う。要は経営改善って課題解決じゃないですか。課題解決っていうのは絶対資金がいる話だから、そこの部分をこうどう調整するかっていうのが非常に大事なんだろうと思います。ここの部分については、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。